NHK 連続テレビ小説、ランマン、月土曜前8.00、土曜は1、間振り返りは6月30日、第65話が放送され、人気者、鳥羽修作氏、45、とのダブル不倫騒動に揺れる、U、広末涼子、42、が新規回想シーンで、約1分、斎藤、した。朝ドラ初出演となった広末は、主人公の、牧野久役、 第5話、4月7日にして病死している。この日は、過去回の映像を用いる回想ではなく、新たに撮影されていた場面。主人公の家族のを描く重要なシーンとあり、カットせずによ、通りオンエアされた。以下、ネタバレ言う今月14日、無期限謹慎処分後、広瀬の新規シーンへの、等和発。SNS 上には、お母さんの幻カットされなくて、買った。 アルトナイトでは、大違い、アヤと万太郎、出会いに、これは、カットできんわなどと納得、声も上がった。俳優の神木隆之介が主演を務む、ル・朝ドラ通算108作目。日本植物学の父と称され、牧野富太郎をモデルに、江戸末期から昭和の道の時代を生き抜き、明るく、草花と向き合い、下手主人公、牧野万太郎の人生を描く。 脚本、NHK、流行官房、群情領域、旅やお帰りなども出かけ、他、注目の劇作家、おさだい氏。エ新木の朝ドラ、縁は2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに作目。初、縁となる。男性主人公は20年度前期、エール、久保田、郝以来3年ぶり。第65話は、末子、浜辺南との宿、の席。 万太郎、上木隆之介は、今後の牧野家の位置を、あや、佐久間由衣と竹を子孫順に譲ると伝え、納得のいかない、文家の豊寺、菅原大吉たちに、木、松坂慶子は、今までの態度を浴び、これから互いに手を取り合い、飽きないに励んでほしいと、う、後日、万太郎や、竹たちは山桜を見、ご福祥戦国屋へと向かう、という展開。 マンタに感謝を述べると、滝には、マンタロウの母、ひ、広末涼子の幻が見えた。滝、マンタロウ、ス竹雄は戦国屋へ。マンタロウは病気の山崎の若い枝を切り、継ぎ木。滝は、楽しみじゃの。いつか、この桜が咲き誇るがか、と満太郎、マンタロウやア子供が生まれる未来を想像し、乱漫字。そして、過去も蘇った。滝と、久。 広末子は、幼き綾と生まれたばかりの万太郎連、でお花見。久は、万太郎も笑い言う。綾に会えてう、しゆうて。綾の弟になるが、可愛がってくる滝は、今日から、わしら家族になるがじゃ、のつながりじゃのうて、絵にしでつながる、族にの。綾は、万太郎の頭を撫でた。すでにクラン、アップしている広末の再登場について、NHK の短、ものは、 今月21日の定例会見で出演者の選定にあっては自主的な編集判断のもと、その都度総合に判断させていただきますので、それに基づいて判断していきたいと言及。再登場の時期にいては制作過程についてはお答えを差し控えさせていただきたいとしていた。